ジェシー・ジェイ・アンダーソンはカナダのスノーボード選手。ケベック州バルモラン出身だが、現在はモントリオール近郊のモントランにあるブルーベリー農場に住んでいる。カナダで最も多くの賞を授かっているスノーボーダーで、世界選手権では出場した3大会すべてで金メダルを獲得し、オリンピックでもパラレル大回転で1個の金メダルを獲得している。4度も 世界チャンピオンに輝いたことに加え、2000年から4年まで4期に渡り、スノーボードワールドカップで総合1位に輝き、2001年から2年、5年から6年の2期には、スノーボードクロスでも総合1位になった。パラレル大回転とスノーボードクロスで、それぞれ19回ずつ表彰台に立った。1998年長野オリンピックから五輪に出場し始め、 その後2002年ソルトレークシティオリンピック2006年トリノオリンピック2010年バンクーバーオリンピックと立て続けに4回出場しているトリノ五輪の男子パラレル大回転では20位に終わりバンクーバー五輪前の最高記録はトリノ五輪スノーボードクロスの5位入賞だったが母国バンクーバーの五輪では金メダルを獲得したありがとうございます